キンプリの優先順位、低さ露呈元ジャニーズ JR 社長対面実現報告でファンの不満が爆発。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスコープ平野市耀、神宮寺雄太、騎士雄太の3人が脱退する日まで残り2週間を切った。 広告党を務めるホンダ技研工業のホンダハートは5人体制残り1ヶ月ほどという4月というタイミングで新 CM を投入しファンを喜ばせたが SNS ではホンダとの契約が終了したらしいとの噂が広がりホンダハートプロジェクトへの感謝の声を綴るファンまで出てきているこうした中一部ティアラ キングプリンスファンには納得のいかないニュースがあったようで、ジャニーズ事務所創業者の小ジャニー北川前社長による所属タレントへの性加害疑惑の問題で4月12日に日本外国特派員協会で顔出し実名で告発した元ジャニーズ JR のカウアン・オカモトが5月5日、お笑いジャーナリスト高松奈の YouTube ライブに出演。 先日ジャニーズ事務所の今の社長ジュリーさんと会わせていただいて対面させていただいてお話しさせていただきました、と藤島ジュリー恵子社長との対面が実現したことを報告し世間を驚かせました。具体的にどんな話をしたのかは事務所の方からも発表されると思うんで、多くは言えない。 と言及を避けましたが、性加害疑惑に関して何か進展がありそうだと注目を集めています。またカウアンは、被害者の数について会見で、売れている子たちは、ほぼ確実と言っても過言じゃない、などと豪語していましたが、今回の動画では、全く、性被害に、追わずデビューした人もいるので、タレントを傷つけてしまって申し訳ないと一気にトーンダウン。 初対面だったというジュリー社長について、すごく愛のある方、心から向き合っていただいた、と評しており、態度が急変したように見受けられたため、ネット上では、丸め込まれたのではないか、金を積まれたのか、といった憶測も飛び交っています。芸能記者。しかし、なぜこの話題にティアラは憤慨するのか。 そもそもキングプリンスへの分裂劇の発端は、ジュリー社長にあると目されているからです。週刊、フミハル文芸春秋社の報道によれば、ジャニー氏と約束していた海外進出の夢に本格的に動きたいと平野は2022年の初め頃からジュリー社長に自家判を申し込むも何度もドタキャンされた挙句なんで一人で来るの 仕事の話なら5人できなさい、などと言われたそう。それで5人で改めて面談を申し込んだものの、やはりドタキャンが繰り返されたといい、9月になってようやく実現。しかしメンバーの話をまともに聞こうとはしなかったとか、このジュリー社長による徹底無視によって、平野らの心は折れたと考えられます。そのため、ネット上では、 ジュリー社長って金プリがいくら面談申し込んでも会ってくれなかったのに、カウアンには自分からポトって会うんだね。へえめちゃめちゃ事務所に貢献してる人たち大事にしないのにしようくんの話は聞かないくせにカウアンの話は聞くんだと言った声が上がりファンの不満が改めて爆発しているわけです。 今回のカウアンとのスピード対面実現は、ジュリー社長の中で金プリの優先順位が低かったことを裏付けるエピソードになってしまいました。女性指揮者。加えてカウアンといえば、過去にガーシー氏、東谷義和氏との暴露配信で。 僕と平野が同時に被害に遭ったこともあるなどと平野の実名を挙げながら生々しい被害実態を語ったことがあったほか、先日も SNS で平野はクソヤンキーで人に正座させて顔面を蹴ってたのを俺まず初日に聞かされてたなどと話していた。 自分への注目度を上げるために平やら有名なジャニーズタレントの名前を意図的に出していたとの見方がありそれなのにジュリー社長との対面が実現した後は全く性被害に負わずデビューした人もいる傷つけてしまって申し訳ないと急にしおらしくなったおそらくジュリー社長が現在活動中のタレントを守るために言わせているとみられますが こうなるとこれまでカウアンに実名を出されてきたタレントたちは完全な流れ玉。特に平野に対しては素ような発言もあったため、これでジュリー社長の意向になびくようになったならばカウアンへの反発もさらに拡大しそうです。どうフミハルは ともかくガーシー氏、優太氏、ユー氏、タチ松ナタといったカウアンのコラボ相手の選び方について真摯な告発ならもっと話す相手を選ぶべきではといった疑問の声も出ている。いずれにせよジャニーズ事務所をめぐる波乱はまだまだ続きそうだ。